これ録画できてるか。あ、録画できてるね。なんかフィミパームが勝手に録画停止しちゃって、気がつくと全然撮れ高がゼロっていうことが多くてちょっと困っちゃう。あれ、これも新しくできたやつ？ん？何が？ここのスロープ。ああ、前からある。前からだっけか。よし、で、じゃあこっちも使おう。保険用にAndroidでも録画を開始しときます。ただしすっごい風が吹いてるんで、風切り音が壮大に乗っちゃいそうな気がする。はい、海に来ましたよ。さあ、あー、しまった。 CPL フィルター持ってくればよかったな。今日のために ND フィルターとか CPL フィルターを買ったんですけど、持ってくるのを忘れたって。うわー、海が、海じゃない、波が来た。あぶねあぶね。一応防水のトレッキングシューズ履いてるんだけど、かなりへたってるんで、そこの方から浸水してし来ちゃうかもしれないから、あんま濡れないようにしなきゃ。ちょっと強い波が来たぞ。わあ、来た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 。うわあ、来た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 。もうギリ中のギリです。ギリ中のギリ。この方向とかね、CPL フィルターをつけてどういう効果が得られるかを試したかったんですけどね、本当に自分何やってるんだよという話ですよ。海の反対側は雲はあるけど青空がちらほらと見えて結構いい天気だけど、海側は雲が多くて少々残念な天気です。ねえねえ、大磯港さ、海藻港、あれ海藻工事でしょ、大磯港の。いや、ほら大磯港にさ食事屋さんあったじゃん、あれもなくなっちゃってんの？いや、ある。あ、あれはな、あるんだ。あー、そっかそっか。太陽が出てきたような感じがしますが、またちょっと雲に隠れそう。砂浜はすげえ歩きにくい。なのでジンバルカメラですけども、かなり揺れちゃってるような気がします。よし、よし、足が、あ、おう、足がめっちゃ取られるんですよね。お、何匹、カモメが何匹いんだこれは。30匹ぐらいいんのかな。お、ちょっと気づかれた気づかれた。いや、1匹カワウ、ちょっとカワウ逃げ遅れたやつが1匹いて、のゆっくり泳いでるけど大丈夫ですかカワウくん。そして完全に火が出てきました。 ND フィルター大活躍な明るさになってるんですけど、 ND フィルターと CPL フィルターを持ってき忘れるという失態を犯しています。水鳥の足音がある。お、うん、カモメにしてはでかいからまた別のやつ、カモメじゃなくてあのもっと大型の鳥。また靴に砂が入りそうな斜面。おお、乗ってる乗ってる。あ、立った立った、うまい、うまい。
母さん、そろそろ戻ろうかな。染まりそう。おお、ちょっとドア滑る滑る。車両いやすごい晴れた、うん、そう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 、あっという間になくなって、あタポ上げてる、トンビダポル、あれタコじゃないな、あれあれだ、あの鳥よけ、そうそう鳥よけ、カラス、うん、うまくできてるね、め勝手に飛んでると思うんだけど、うん、サーフィンですね。ということで東京に戻ります。この45分発でグリーン車後ろの方なんだよね。喋ってもいいよ。だってずっと喋ってんじゃん。うん、よし、じゃあ電車に乗ります。よし。渋谷に戻ってきました。いや楽しい週末でした。